タイニーコアに隠された秘密が。はい、どうもニヤニーです。本日はもう週末ということでニヤニーのワットをやっていきたいと思います。今週もたくさんのコメント本当にありがとうございます。今思うとこの企画が始まってすぐはコメントもね今みたいに多くなかったので、うわーねーどうしようかなっていう感じで取り上げるコメントがないなって思うことも正直あったわけなんですよ。でも今は逆に選ぶのにすごく困ってて、この少しの期間で同じうわーどうしようって状況ではあるんですけど、内容が180度違うことにも驚いてるんですよね。本当にいつもね皆さんのコメントを読ませていただいて楽しませていただいております。今日もね面白いコメントをピックアップしておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それではやっていきましょう。ニヤニヤチャンネル、レディー、ファイ。影縫いさんからのコメント。ジャマトを育てるアルキメデルの存在理由って単純に生産者おは研究者だとは思うのですが、ではジャマトが戦う理由とはと考えた時に、そう教え込まれている、刷り込まれていると仮定すると、今後デザイアグランプリの闇が暴かれた後は戦う理由がなくなる可能性もあるのかなと思いました。あくまでゲームの敵キャラとして用意された印象が強い中で、ジャマト側も知性があるし、なんなら愛嬌もある。アルキメデル自身もやられ役に不満があるようですし、可能性は低そうですが、共闘路線もありえるのかなと。その場合、敵はデザイアグランプリ運営になるのでしょうか。ということで、ライダーとジャマトの共闘。これ結構熱いですよね。ライダーと敵キャラの共闘って言われると、僕は真っ先に思い浮かぶのがドライブなんですよね。あの後半のドライブ、ハート、マッハ、メディック、チェイス5人同時変身とかね、激アツだったじゃないですか。これっぽい演出がギーツでも見れたらなぁとは思うんですけど、まあ以前の動画でもちょろってね話したことがあるんですけど、今回の敵側に今のところこう人間体の幹部がいないことからですね、ドライブとハートの共闘みたいな熱いものはなかなか感じれなさそうなんですよね。ギーツと例えばジャマトライダーが共闘するってなっても、まあ確かに絵面的にはかっこいいかなとは思うんですけど、中の方からこのね燃え上がる熱さはなさそうな気がするんですよね。ジャマトライダーの変身が例えば解除された時に中身がタケシであったりトールやったらめちゃくちゃ湧きそうなんですけど、なので今後ギロリやニラムが敵幹部みたいな立ち位置になるのか、それとも今回は敵幹部全くいない作品なのか、それすらもねまだまだわからない、このね仮面ライダーギーツなわけなんですけど、そこがまたね面白い要素の一つでもあるんじゃないでしょうか。はい、では次行きましょう。素晴らしいトマトさんからのコメント。テレビ朝日さん、早くギーツのホームページの隅田かなとの表記が黒田かなとになってるのを直してくれ。そんなことあるんですか。公式ですよ。この公式がそんなボンミスするんですかね。ちょっとこれはねみんなで一緒に確認してみましょう。さすがにね、まあそんなことはないと思うんですよ。この登場人物のとこでしょ。そんなミスする、公式ですよ。そんなもう見間違いですって。素晴らしいトマト、ほんまや、黒田になっている。テレビ朝日さん、これは黒田やない、隅田や。はい、次 TSNK さんからのコメント。 ID コアの ID って何なんだろうってずっと思ってたんですが、いろいろなニアさんの考察を聞いて思ったことがあります。放送前の玩具紹介の雰囲気では ID コアはギーツの ID、かっこ身分証明っていう雰囲気でした。ですがデザグラ公式の略称が DGP なのを考えると、アイデンティティドキュメントではなくてアイデンティティデザイアなのかなと予想しました。同じライダーに複数の人間がなれるシステム上、身分証明になっているのは明白ですよね。ジャマトの種が人の欲望を取り込むのであれば、農園にある割れたコアはまさに養分をしっかり吸って発芽する直前の種のように思います。
デザイアグランプリから離れると記憶を失うもの、欲望や記憶はすでに種に奪われていて、所持している間だけはその欲望をまだ持っているかのように振る舞えるだけなのかもしれません。そして奪える記憶は所持者だけではなく、プラントの中にいる全ての人間のものなのではないでしょうか。ほぼ変身せずにやられたライダーが一体何の養分になるのかと思っていましたが、複数人の欲望を吸い取っていたのであれば合点がいきます。またケイワの姉ちゃんが幼い性格に描かれているのも記憶のリセットによる影響なのではないかと思うのです。両親が消えてからの収入はどうしていたのかなどもかなり謎ですよね。だから年齢21歳でありながらリセットされていないエースはめちゃくちゃ賢く見えるのではないでしょうか。これちょっとね、いいところに目をつけてますよね。 ID と聞いて完全にこのね、身分証明の方の ID と思ってたというか、まあそもそもここに疑問は一切僕は持ってなかったんですよね。 ID コアは欲望の中核っていうことですよね。それなら人それぞれ違う欲望を持っているけど、似ている欲望もあるからこそシローやダパン、メリーやレターのような個体があるのかもしれないですよね。ここでね、一旦似た個体の願いをまとめておこうかなと思うんですけど、シローの願いは不明、ダパンの願いは人類の滅亡、パンクジャックが不明、そしてメリー不明で、レターが10キロ痩せて推しと結婚、そして銀片は、まあ、息子の病気を治したい、そして敬老が若返りたい。意外とですね、この早期退場者って願い分かってない人も多かったんですね。クマ系もですね、3人もいるのに1人しか分かっていないことから、これちょっと比較しようがなかったんですよね。そしてレターとメリーの牛化の仮面ライダーもですね、レターの方しか分かっていないから比較しようがなかったんです。そしてこの鳥類って言ったらいいですかね、はですね、一応生命に関わる願いという共通点が一応ありました。そしてメインの4人の願いも見ておくと、バッファはライダーをぶっ潰す力、ナーゴは本当の愛ということで、この2人は願いが今のところ変わっていないんですよね。そしてギーツはまあスターになるとか、運営側と家族になるとか叶えているからこそいろんな願いがあって、タイクーンはですね、世界平和から、退場者が蘇る世界というふうに変更しましたよね。この2人はまあエースに関しては勝っているからこそ願いが変わるのは当然なんですけど、願いの変化があることから化かすのに特化したキツネとタヌキなんじゃないかなって思うことも無理やりやけどできるわけなんですよね。なのでこの仮面ライダーたちの見た目が似ているのって、例えばその DNA が似ているから、変身した後の顔が似てくるのではなくて、思想であったり欲望の種類が似ているとなれば、似たようなマスクの仮面ライダーになるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。なので今後参加者の願いの特性とかもですね、細かく見ていくと面白いことが見えてきそうなんですよね。ということで、まあまだまだね、ピックアップしてるコメントはあるんですけれども、キリがいいので今日は一旦ここで終わっておいて、明日また続きをお話ししていきたいと思います。今日のコメントは特にこのね、着眼点っていう部分で見るとすごくこう僕にはない部分があって面白かったんですよね。明日ももっと楽しい内容となっているはずでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。おすすめに動画が流れてきたらチャンネル登録への片道切符だ。もう後戻りはできない。さあ今日の動画からですね、実は何かが始まっております。この何かっていうのはほんまにどこでも告知する予定がないので、この何かにぜひ気づいていただければなと思います。いやこれね、しばらく続くので隅から隅まで動画を